6月18日の洗濯天気予報です。まずは天気の流れ確認していきましょう、ね、土曜日ということで一気に外干ししたい方もいらっしゃいますよね。東北から関東にかけては広く晴れです。西日本朝方曇っていてもだんだんと日本海側を中心に日差しが届く見込みです。ただ一部にわか雨の可能性内陸を中心にありますので、お天気の変化には注意が必要となりそうです。このようにお天気は変わっていく見込みです。晴れるエリアの皆さんはぜひ日差しを有効活用してください。それでは洗濯マップ見ていきましょう。仙台、東京、新潟、金沢、こちらでは OK ということで安心して外干しすることができそうです。一方東海よりも西の地域では心配としております。この地域では天気変化に注意が必要です。お出かけの際は部屋干しにしていった方が安心ですね。空読みをしてお過ごしください。以上、洗濯天気予報でした。アプリから確認することができますので、ぜひお洗濯情報をチェックしてください。